はい、どうもです。今日はスーパーマリオメーカーということで、今日はマリオカート実況者のウスナさんとステージ対決をしていきたいなと思います。で、どのように対戦するかというと、僕が作ったステージをボスナさんにやってもらって、ボスナさんが作ったステージを僕がやりますということで、これからはボスナさんにやってもらうステージを作りたいと思います。俺の手めっちゃ綺麗に映ったんだけど、手めっちゃ綺麗じゃね。ちょっと意地悪なステージでも作ろうかなと思います。決めた決めた。一番最初クリボーが追ってくる感じにしよう。で、クリボーを避けながら前に進まないといけない、そういうステージにしよう。トゲも3マス置きぐらいに置いとこうかな。ちょっと試してみるわ。クリボーが後ろから追ってくるから、焦らないように。クリボー追ってくるけど、焦らないように。あ、これ、ボスナさんできるから、難しいよ。ちょっと真剣にやってみるわ。はっ。あ、危ない。あ、オッケー。よし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 。これいける、これいける。で、この後に、地面に降りるでしょ？そしたら、これ使おっか。これを、ツタ入れといて、これで、上に上がるようになるんだよね。あ、よし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 。これで上に上がってもらおっか。すごい、ルートが3つ完成した。まず、左ルート。これはドアがあります。で、ドアの行き先は、まだ決めてないんですけど、ドアがあります。で、左行くともう死のみ。左行くと死にます。で、次、右ルートが、お前、あははどっちだ。ちょっと右ね、難しいんだよ。右すごい難しくしてて、右ルートがこのファイヤーボールをうまく避けてからの歯車を避ける。右上はツタに行って、ワンワンにやられないように。ちょっと難しいかも。この氷うまく使って避けてくださいと。まあ、こんな感じになってます。ここでボス戦やってもらおうか。クッパと戦ってもらうか。ミニクッパとクッパを置いた。で、ここ囲って逃げられないようにしよう。ボスさんも逃げようとしても逃げられないようにしよう。で、クッパ倒したら鍵を手に入れるようにしよう。で、鍵付きのドアつけて、まあ、倒した後に入れると。そうしよっか。ドア2個置いて2択にしようぜ。右側にワンワン置いとくんで、もしかしたらワンワンに食べられちゃうかもしれないけど、左行ったら土管でゴールにしてあげよう。右行ってほしいな。ボスナさんにはぜひ右行ってほしいわ。よし、あと1回踏めばいける。よし、取って、で、左行こっか。左じゃなかった。で、右側行く。よーし。これでゴールだ。あ、よかったよかったよかった。無事ゴールできました。ということで、このステージをボスナさんにやってもらいます。はい、ということで、俺の作ったステージはね、ボスナさんにやってもらえるんだけど、逆に、ボスナさんが作ったステージを自分がやります。ボスナさんのことだから、あの人優しいじゃん。優しいから、でもそんな難しいステージ作ってないと思うの。俺はちょっとなんかクッパとか入れて難しいステージ作ったんだけど、ボスナさんは優しいと思うんだよ。ということで、ちょっと楽しみですね。これからボスナさんのステージやっていきましょう。サンドの飯よりクッパが。どんなステージ作ったんだろう、怖え。あはははははは。いきなりドカーって矢印書いてあるんだけど。なにこれ、ここ入れってこと？でもさ、右側にピースイッチあるんですよ。これ持ってった方がいいのかな？あ、でも持っていけないか。こっち、一方通行だから、右側行っちゃうと戻れなくなっちゃう。もうこれは、信じていくしかないよね。疑心暗鬼になっちゃうよね。怖い。あー、なんもない。逆になんもない。なんもないんかい。
え、でも、もう一個あるわ。矢印が。これ取れってこと？あ、キノコ。あ、スーパーマリオメーカー。これ普通のキノコと一緒だ。あ、優しいじゃん。なんで？優しい優しい。で、これ右側か左側に行けってことですかね。一択だね。あ、一択ってか、二択だね。で、行ったら行ったで帰ってこれなくなっちゃう。左がクリボーで右がコイン。これ関係あんのかな？ちょっとクリボーの行きましょうか。あー、普通に土管があって、こう入るよ。普通の、普通最初のステージに戻された。あ、じゃあ右ってこと？さっきの右だったってことかな？右っていうか、何今の？なんか、あんなあるんだね。あ、こっち正解だ！なんか可愛らしいとこあるね。なんかピンポーン、ピンポーンってやつつけてるんだ。左はいけな。あー、でもさっきの P スイッチ！これは欲しいね。右は？右もなんもないか。てことは下しかいけないな。この土管か。さすがにピンポンできたから、この後、なんかトゲとかそういうのないよね。あ、大丈夫だ。普通のステージだ。本当に普通のステージだ。これは何？クリボー。え、クリボー。さっきクリボー。さっきクリボーだったから左ってこと？なんか謎解きのステージ作ったのかな？さっき左側にクリボーがいたってことはさ、左に行くってことかな？あ、やっぱさっきと対照的だ。ずっと対照的だ。あ、正解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 。左は行けない。右は？右側は？いけないってことはやっぱ下だ。やっぱ下なんだね。お、クッパとキノコ。いやいやいや、やべやべやべ。食らっちゃった。危ない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 。意外と狙ってくる。このクッパ敵だぞ。わあ、危ない。怖えー。さっきキノコ右側にあったってこと、今度右かね。右行くべ。あ、正解だ。お、ボス、うーな、じーじー。遊び心あるな。いいじゃん。え、これめっちゃいいじゃん。いいステージじゃん。ボス、うーな、じーじー。いいね。ちょっと気に入ったわ。俺もいいねしとこう。このステージいいねしときます。あ、もうゴールあるじゃん。うわ、あ、落ちちゃった。上から取ろうかなと思ったけど、落ちちゃった。謎解きのステージ作ったのかな、ボスナさん。なんか、いいね。初めて作ったステージだもんね。ボスナさんも。俺もステージ作るの久々だし、だ今回すげえ面白かった。てか、マリオメーカー2明日発売するんで、今度マリオメーカー2で戦いましょうか。ね。じゃ、またちょっと期待しといてください。じゃ、またね。え、じゃ、俺気になってたことがあるんだけど、この P スイッチって何なんだろうね。そういうこと？ちょっと思ったんだけどさ、これクリボー取って、左行くじゃん。で、左行った後にさ、ブロック、上に上がるブロックがあったんだよ。このブロック登って、ジャンプしたらこれ壊せるんだよね。で、ここ P スイッチあんの？これもしかしたらさ、裏道なんじゃないかなと思って。ボスナさんなんか、自分用にかわかんないけど、簡単用に裏道作ってたんだなって。あ、すごい！ブロックになった！あ、こっちからでも行けるよっていうことか。で、この P スイッチ押すと、ブロックになるってことか。すげえ！あ、これはすごいね！裏技だよ、これ。裏技見つけた。